僕はその会社作ってから社員っていう言葉、うん、効率っていう言葉、うん、この2つの言葉は24時間365日意識して使わないようにしてます。社員と効率、社員と効率、へ、はい、これを使わない会社にしようって決めて、はい、ベンチャー立ち上げました。フジテレビ清水俊博のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法。今回の仕事好きマイスターも株式会社ユーグレナ代表取締役社長出雲満さん。前編ではミドリムシで人と地球を健康にすると宣言される出雲さんに有言実行の大切さなど経営理念をお伺いしました。後編ではライフチャートを使って出雲さんがどのように今の思考法に至ったのか詳しくお話しいただきます。はい、ということで前編は本当にミドリムシのもう未来にわたる可能性、食料問題、エネルギー問題だけじゃない、はい、そしてこうね、どうやってそういったこうマインドをこう、ね、持って突き進まれているのかっていうのがもうよく分かってお話を聞いてたんですけど、まあ、出雲さん自身がこれまでちょっとどういう人生をこう歩まれてきたのかといったあたりをライフチャートを使ってお話を聞ければと思うんですが、こちらに気持ちのいいちょっとグラフを書いていただきました。ライフチャートとはこれまでの人生を振り返ってもらい、心の充実度の波とターニングポイントを見える化してもらったものです。上へ行くほど充実度が高く、中心の線を下回るとマイナスなんですが、出雲さんのライフチャートは一定の周期で山場を繰り返していますね。その中でも大きくマイナスに転じた起業後の3年間をどのように乗り越えたのでしょうか。まず子供時代、どんな子供時代だったんですか。これもう真っ平らにしてもいいぐらい、はい、何にもなかったですね。へー、何にもない。社会科の教科書に出てきてもおかしくないような、うんうん、もう日本を代表する平凡なニュータウンの中流家庭で育ったんですよ。なるほど。それがこれまた1995年から大きな山っていうのがこう出てきて、初めてキーワードでこうバングラデシュっていうふうに書いてありますけど、ここでまあ人生が本当に大きく転換されたみたいな形ですか。人生振り返ってみると、はい、もうこのバングラデシュ前とバングラデシュ後で2つの人生があるようなもんですね、はい、95年っていうのは、はい、まあ、私が高校1年生、はい、の時なんですけれども、うん、この時、テレビで、うん、映像の世紀っていうドキュメンタリーの中に、うん、難民問題、その難民っていう話が出てきたんですね、うん、家がなくて食べ物がなくて洋服がなくて、うん、パスポートがない、うん、難民の人たちが大勢困ってます、うん、って見たんですよ、高校1年生の時に、はい、うん、で私はそれまでもう本当に平凡なニュータウンで人生過ごしてきて、もし本当なんだとしたら、はい、これは偉いことだから、うん、自分が何かできることをその、うん、やらなきゃいけないっていうことは、うん、高校生の時から思ってたんですね、うん、それで大学に入学して、はい、バングラデシュに行ったら、はい、もう人生変わりましたね、うん、なるほど、はい、こんな理不尽なね、こんなおかしな話はないと、うん、ここから急に真面目に頑張るようになりましたね。なるほど。でもそうやってこうね、映像の世紀見てからバングラデシュ行かれて、やっぱりこう貧困で大変で、やっぱりこの人たちを守らなきゃ、食糧難をどうやって解決するのかみたいな、やっぱりそういうことを感じて帰ってこられたんですか。18歳の思春期の時って、はい、そのどうしたら、うん、社会のね、役に立つのか、その貢献できるのかって、うん、まあ誰しもみんな考えるじゃないですか、はい、うん、で僕は本当に、うん、そのバングラデシュで、うん、食糧問題、うん、栄養問題やろうって、うん、決められたのが良かったですね。で実際にはそこからこうね、ミドリムシにたどり着くって、食料問題から解決しようと思ってミドリムシに出会うというのは、この、まあ、起業までの間ってどんなきっかけがあったんですか。もう一撃で栄養問題をその解決できるような、うん、そのイノベーティブでそのインパクトフルなものを、うん、やっぱりやってやろうっていうことで、うん、栄養満点のその夕暮れな、うん、はい、そのミドリムシがあるっていうのは、僕はもう20歳の時に、うん、その大学3年生、3回生の時にもうミドリムシのことを教えてもらったので、はい、もうここからそのミドリムシをバングラデシュに持って行って食料問題を解決するっていうのは20歳の時から変わってません、最初にミドリムシはどこで手に入れたんですか。公園とかって拾ってくるんですか。いやそれはだから大学の農学部で研究室に行ったり、はい、先生に教えてもらって、うん、その石油危機の時に、うん、そのミドリムシの栄養にその着目して、うん、その時からミドリムシが日本を救うっていう研究が、うん、ずっとその昭和50年から続いてきてて、なるほど、でそれを私が、まあ、バトン引き継いで、うん、自分の時に、その会社にして、そのミドリムシが培養できるようになったっていう、うん、
そして、まあ、起業を実際に、まあ、緑虫で夕暮れなどされるってことなんですよね、はい、けどこのなんかこう言ってるのと、なんかもう一つこうなんかバーンと下がってるのが、そうですね、これはこの山は、はいはい、12年ごとにその自分の人生を充実させてあのアップデートしようっていう、うん、ごめんなさいこれあの僕の事実じゃなくて、はい、僕のその理想を理想の書いちゃいました、ね、あ、はい、理想と現実で、はい、これが理想なんですけれども、はい、現実は、うん、あのこっちですねなるほど、これがあの本当です、はいはい、起業されて、まあ、うまくいかなかったってことですか。いやベンチャーはとにかくね、はい、最初の3年は笑っちゃうぐらい大変なんですよ、うん、売り上げもないし、はい、一緒にやってくれる人もいないし、うんうん、まあ、悲惨な3年間ですね、うん、はい、それが、まあ、こう乗り越えるタイミングというのはこう伊藤忠って書いてありますけど、はい、何があったんですか。これがもう、はい、緑虫が売れない、はい、とにかく売れない、うん、で売上がゼロだと会社っていうのは潰れるんですね、はい、売上ゼロですから、はい、で3年間ゼロだったんですけど、はい、2008年の5月に、うん、まあ、伊藤忠と提携したんですね、はい、うん、伊藤忠が持っていくと、はい、緑虫がね、なるほど、バカ売れするんですよ、はい、これすごいと。製品自体はこの3年間と変わってないわけ。そこが大事なんですよ、はい、そこ、これはだって石垣島でね、はい、僕が作った緑虫なんですよ、はい、別に製品が急に味が美味しくなったとか、はい、はい、栄養素がね、はい、30種類から59種類に増えたとかじゃないんですよ、はいはい、全く同じ緑虫なんですけども、はい、もう伊藤忠がこう丁寧に説明すると、はい、あ、これはね立派な、ね、いい微生物ですねと、59種類栄養素があってね、もうじゃあ全部仕入れますって、はい、もうどんどんもう売れるんですね。これでも伊藤忠は最初どうやってこの緑虫出雲さんの可能性に気づいてくれたんですか。その伊藤忠の担当者の人が、うん、緑虫の健康特集っていう雑誌の特集記事が出たんですよ、うん、でこれを読んで、うん、すっごい面白いからっていうふうに、はい、うん、飛び込めてきてくれたんですね。へ、向こうから来てくれたんですね。そうです、向こうから来てくれた。もうその後はね、もう本当に、はい、あ、飛ぶ鳥を落とす勢いでってのはね、こういう時に使うんだなっていうのをね、はい、私はね、あの初めて思いましたね。もう飛ぶ鳥を落とすように緑虫が売れるんですよ、はい、まあ、そしてそこから回復をして上場というので、はい、一回こう高いところに行きますけど、はい、これやっぱりもう上場すると全然やっぱり見られ方でもまたさらに変わってくると思うんですか。やっぱりその会社のメンバー、はい、会社の仲間、うん、優秀な人が採用できるようになって、うん、どんどん来てくれるようになったんですね。なるほど、うん、でも本当にね、こう飛ぶ鳥を落とす勢いということを感じて上場っていう、本当にね、もうさらに勢いが増しているところでコロナと書いてますけど、やっぱりコロナの影響っていうのは夕暮れなんにもあったんですか。もう私もコロナの時はメンタル病んでましたね。で、私が一番苦しかったのが、うん、バングラデシュの96カ所の小学校に1万人の小学生に給食を届けてます、うん、まあ、それもコロナでやっぱり一時期できなくなったんですね、うん、でバングラデシュにも行けないし、うん、コロナの一番ひどかった時ってあの登校もできなかったじゃないですか、うん、でどうやってその届けようか、もうあれやってもこれやってもね、その子どもたちに、その届けられないっていう状態が続きましたし、うん、売り上げがそんなに落ちなかったのが幸いなんですけれども、うん、コロナの3年間はその自分の気持ちって意味ではもう、うん、あれですね、どん底でしたね。こっちは本当に会社どうなっちゃうかっていう焦りに比べるとまたちょっと違う悩みで、そうですね、そうですね、まあ、今はだいぶコロナも明けてきましたけど、もうバングラディッシュにも行かれたりは、はい、そうです、復活して、で今96校で給食届けてるんですけどね、うん、まあ、あのバングラディッシュの子供たちって、うん、ベンガル語なんですね、はい、で、あの時々まあ英語を勉強してる子もいるんですけど、うん、今回初めてね、はい、日本語で給食ありがとうっていう手紙をね、はい、あのその小学生があの用意してくれてて、はい、もうこれを続けて、うんうん、バングラデシュの栄養失調をなくして、うん、あ、僕の最後の夢、うん、ミドルムシで飛行機、ミドルムシで飛行機を飛ばす、うん、バイオジェット燃料、うん、これをしっかり、うん、産業にする、うん、今これに、はい、向けて邁進しているところです、うんうん、もう石油を完全に代替するぐらいのものになるんですかね、はいはい、うん、最後だって2050年にそういう地球、はい、そういう社会にしないと人が住めなくなるんですよ、はい、で今みんなね、はい、できないと思ってるでしょ、はい、多分これ見てる人もね、ね、きっとできないと思ってるんですよ、はい、でもね、あのできないじゃ済まされないんですよ、うん、ずっとその地球の温度が上がり続けて、うん、
で元に戻せなくなるんですよ、うん、それでいいんですかってね、うん、子供たち孫にねもう合わせる顔はないですよ、うん、これはもちろん大変なんですよ、大変なんですけれども、うん、絶対やりきろうと、はい、うん、やるにあたって今一番大変な課題って何になるんですか。巨額の設備投資が必要になるんですね、うん、すごい大きい工場を作らないと、うん、その採算合わないので、うん、こういうビジネスがこれから必要となるんですよっていうのを、うん、皆さんにその説明して、うん、ご理解いただいてリスクマネーをその供給していただけるかどうかですね、うんうん、それにはやっぱり夢を語る力と、とりあえずいろんなところとまたやっていく、進んでみる、まあ、これはもうできるまでやりますから、はい、うん、ひたすらやるから絶対できます。いや本当にね、チェンジメーカーとか挑戦者っていう、こうね、ゆうもさんが言われるゆえんっていうのがすごく感じるライフチャートでした。ここまでは本当になんかもうこっちまで元気になってくるお話をたくさん聞かせていただいてきたんですけど、はい、出雲さん自身が仕事をする上で一番大事にしていることっていうとどんなことになりますか。まあ、僕はその2005年に会社、はい、立ち上げて、うん、まあ、社長経営者させてもらってるんですね、うん、会社作った時に大事にしないこと、うん、大事にすることって結構時期によっても違うし、会社のステージによっても違うし、いろいろ変わるじゃないですか。まあコロナとかいろいろ環境の変化にも対応しなきゃいけない。でも僕の会社にはそのいらないな、その関係ないなっていうものがその2つあるので、ちょっとそっちの話をしたいんですけど、僕はその会社作ってから社員っていう言葉と効率っていう言葉、この2つの言葉は24時間365日意識して使わないようにしてます。へ、社員と効率、社員と効率、へ、はい、これを使わない会社にしようって決めて、はい、うん、ベンチャー立ち上げました。へ、緑虫で世界を救うって、はい、もうそれだけ救うと、めちゃくちゃですよね、はい、うん、でも一人じゃできないから、はい、来てくれるすごいそのありがたい仲間に対して、うんうん、社員っていうともうどれだけその人生をそのユーグレナーでその一緒にその使ってくれてることがありがたいことなのかっていうことをその忘れちゃうし、その伝わらないじゃないですか。ですから僕はその社員さんとかいう言葉じゃなくて、もう一緒に来てくれてるユーグレナーはもう特別な大事な大事な仲間なんですね。なるほど。大事な仲間がその1070人その集まってくれて、今その仕事がそのできてるっていうことを忘れないようにしようっていうのが社員という言葉を使わない。なるほど。でもう一つが効率ですね、はい、頭がいい人って効率よくその課題を解こうとするじゃないですか、うん、はい、今効率よくその答えが分かっている課題っていうのはないんですよ、うんうん、で今残っている社会問題、社会課題、栄養失調とか地球温暖化とか、どうしようもないぐらい大きい難しい問題じゃないですか、うんうん、こういう問題はね、効率的には答えがありません、はい、解がありません、もう解決できません、終わり、うん、が、まあ、一番そのスマートなアプローチになってしまうので、うん、そうじゃなくてその僕らは効率的にアプローチするのはもう最初から諦めようと、うん、何回失敗してもいいから、うん、チャレンジする、その挑戦する、うん、そういう気持ちで自分もやってますし、そのユーグレナーの仲間には効率のことを考えてその動けなくなってほしくないので、うん、もう失敗してもいいからどんどんやろうと。それで注意深く24時間365日、うん、その社員と効率っていう言葉がその自分の経営から、うん、なくなるように意識してます、うん、いやちょっと本当に飛行機がバンバン飛ぶ時にはまたインタビューもう一回お願いしたいなと、はい、絶対来てくださいよ、はい、本当に本日はたくさん楽しいお話をありがとうございました。ありがとうございました。今回の学び、長年日の目を浴びなかったミドリムシに注目が集まったきっかけは雑誌の特集記事。発信し続けることでチャンスが生まれる。同じ商品でもどう売るかで売れ行きが大きく変わる。複雑な商品こそ丁寧な説明が必要。今残されている大きな社会課題は効率的に解決できないものばかり。何回失敗しても挑み続けることが大切。前後編を通じて出雲さんには発信の重要性を説いていただきました。今後社会課題の解決に向けたミドリムシの活躍が楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは様々なゲストの皆様から仕事に役立つような思考法を伺っています。動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録、コメント、高評価の方で応援してください。これからも様々なゲストのお話を聞いて一緒に勉強しましょう。よろしくお願いします。